皆様大変お待たせいたしました。ただいまより日米教会創立100周年記念式典を開催いたします。それでは日米両国の国歌を演奏いたします。皆様ご起立くださいませ。皆様こんばんは。内閣総理大臣の安倍晋三でございます。本日天皇皇后両陛下ご臨席のもと、日米教会が創立100周年を迎えられましたところからお祝い申し上げます。日米教会は1917年金子健太郎枢密院顧問をはじめとする日米の賢人たちによって創立された伝統ある団体です。吉田茂、福田赳夫といった歴代の総理大臣が会長を歴任しており、私の祖父である岸信介も1968年から1984年にかけて第6代会長を務めました。日米関係は人と人との交流によって支えられています。日米両国の相互理解と友好親善の促進を目的とする日米教会は一世紀にわたり日米の心と心の中体を結ぶという最も重要な役割を担ってこられました。創立100周年の機会に改めて敬意を表します。日米両国は第二次大戦で敵国として熾烈に戦いましたが、日本の戦後復興を助け国際社会への復帰の後押しをしてくれたのは米国でありました。2011年の東日本大震災の際に救いの手を真っ先に差し伸べてくれたのも米国であります。勝ててくれた友達の心強さを日本国民は忘れることはないでしょう。今や日米は自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値の絆で固く結ばれた揺りない同盟国となり、世界が直面する課題に手を携えて立ち向かう希望の同盟となりました。テロや紛争は未だ世界から消えず、憎悪が憎悪を招く連鎖はなくなろうとしません。世界には今こそ寛容の
心、和解の力が必要です。憎悪を消し去り、共通の価値のもと、友情と信頼を育てた日米は、希望の同盟として、寛容の大切さと、和解の力を世界に向かって訴え続けていく任務を帯びています。私は昨年末、オバマ大統領とともに真珠湾を訪問し、このことを世界に向けて訴えました。昨今、日本を取り巻く安全保障環境はますます厳しさを増しています。日米同盟の重要性はますます高まっています。2月に私は米国を訪問し、トランプ大統領とともに日米同盟は揺るがないとの明確なメッセージを世界に向けて発信をいたしました。日米両国は日米同盟の絆の上に、アジア太平洋地域の平和と繁栄を確保するために、今後とも主導的役割を果たしていくとともに、世界の諸課題に共に手を携えて対処してまいります。両国間の友好親善、相互理解なくして強固で永続する日米同盟は望むべくもありません。そしてそれを担う若い方々が次の100年に果たす役割は一層大きくなることを確信しています。日米協会の引き続きのご活躍とさらなるご発展を心から記念をいたしまして、私の祝辞とさせていただきます。Please, congratulations on your 100th anniversary. The America-Japan Society has played an indispensable role in building ties between our two nations for the past century. Its history is a tour d'horizon of the U.S.-Japan relationship itself, and its members and partners comprise a who's who of the figures who played a major role in making this history.I'm Peter Kelly, President of the National Association of Japan-America Societies, and I'm here on behalf of the Japan-America Societies in the United States to congratulate the America-Japan Society of Tokyo on your 100th anniversary. I'm joined tonight by representatives of 7 Japan-America Societies representing nearly every part of the United States, from Washington, D.C., Philadelphia, Pittsburgh, Indiana, Houston, Southern California,And Hawaii. 日米両国は和解の力を世界に示しています。 Let us call the U.S.-Japan Alliance an Alliance of Hope. Let the two of us, America and Japan, join our hands together. Mayuko Jodai, I was a student intern of the society for 3 years. I learned a lot and made many friendsI am truly grateful. Now, having graduated from university, I am a young member of the society.